オーバリン大学は、アメリカ合衆国オハイオ州オーバリンに本部を置く、アメリカ合衆国のリベラルアーツカレッジ大学である。1833年に設置された。大学の略称はオークル。オハイオ州切手の名門リベラルアーツカレッジであり、US ニューズワールドレポート市の大学ランキングでは、リベラルアーツカレッジ部門のトップ25を常に維持している。 1833年の設立以来、入学資格に性別や肌の色の制限を設けなかった大学として知られ、1833年に女性の学生を受け入れ、1835年に有色人種の学生を受け入れた。全米の多くのリベラルアーツカレッジ同様少数、生成を取り、学生数は約3000人である。また、 全米でも指折りの音楽学校を併設している。日本のオービリン大学は、創立者の清水や須蔵が、オーバリン大学の卒業生であることから、これにちなんで公明としたものであり、また定型校ともなっている。日本語では、オービリン大学とも表記される。オーバーリンとバにアクセントをつけて発音するのは、英語での発音に照らせば明らかな間違いである。実際は、 オウと発音される。最初の母音にあり、日本語で表記するなら、オウブリンが最も近いだろう。1909年のキャンパスオーバリンの大学と、町は、1833年に、長老派協会の牧師によって設立され、アルザスの牧師をハンフリードリヒ・オーベルリーンにちなんで、命名された。大学は、第二大学長チャールズ・フィニーによって結出した地位を得、 カレッジのチャペルの一つは、フィニーの名が付けられている。卒業生は、ノーベル賞受賞者、俳優、映画監督のオーソン・ウェルズ、中日大使を務めた、日本学者エドウィン・オーライ・シャワー、ジョギングの提唱者であるジムフィックスなど多彩である。ありがとうございます。